イヴァン・サンティニは、クロアチアザダル出身のサッカー選手。ファティフ FC 所属。ポジションは FW。クロアチア代表。2006年に、NK インテルザ・プレシッチで、プロデビュー。2009年に、地元の NK ザダルへと移籍した。2012年1月31日、SC フライブルクに買取オプション付きで、レンタル移籍した。2013年6月。 キロボルト・コルトレークに移籍した。10月22日のクラブブルフヘセンでは、ハットトリックを達成した。2015年6月18日、スタンダール・リエージュと4年契約を結んだ。2015から16シーズンのベルギーカップでは、後半88分に決勝点を挙げ、劇的勝利に貢献した。2016年8月3日、 SM カーンに3年契約で移籍した。2シーズン連続でリーグ2桁得点を記録し、チームのリーグ安全流に一役買った。2018年7月3日、RSC アンデルレヒトと3年契約を締結した。2019年7月29日、コーソソネー足玉クラブに移籍した。2021年2月13日、NK、オシエクに移籍した。 2021年8月10日、ファティフ f c に移籍した。2018年5月、2018FIFA ワールドカップを戦うクロアチア代表候補32人に選出されたが、23人の登録メンバーからは脱落した。ありがとうございます。